和山県は中華人民共和国厚生地湾族自治区、南寧市に位置する県。新大には、京林軍の管轄とされた。干所には、移林軍の下部に、両方県と増殖県が設置され、東大まで添い重ねされた。東大には、霊南道州都特府の厳州である尾萌え温州が置かれた。宋大には、尾萌え温州は江南西路、州右、江道の厳州となった。 現代になると、思え温州は、古工業中所省伝州路に属した。秋夜には、思え温軍民府が置かれ、厚生不正ししみり、公道の管轄とされた。1425年、明朝により、馬山地区に、白山、古霊、京都市、交流、テーラの六歩が設置された。1528年には、白山、古霊、交流、那場、 テーラの五度巡視に改変された。新大は基本的に秋代の行政区画を踏襲したが、1876年に、縄都市が、縄町に改変されている。1912年、縄町とテーラ都市が統合され、縄県が置かれた。1915年には交流、白山、古霊の三都市が統合され、高市山形が誕生した。1927年に、 両県は、厚生上直轄とされ、1930年には、品用民団区、1935年には、竹なる行政監督区の管轄とされた。1949年、中華人民共和国が成立すると、両県は、竹なる選区の管轄とされたが、1951年2月の、竹なる選区の廃止に伴い南寧選区に移管された。同年6月、 名バ県と高市山形の合併が決定され、馬山県が成立し、現在に至っている。ありがとうございます。